ですね。硬いですね。左側の側頭部が。側頭部。すごく硬いですね。この辺ね。そうですね。すっごい気持ちいいですよ。もう、はい、うん。それは良かったです。いつも体悪すぎて痛いしか言わないじゃないですか。ねえ、はい、いやいや、その後がすごい気持ちいいんですけどね。それはそれでまたいいんですけど、これはこれで、はい、もういろいろやられた後、もうどこも痛すぎなくなってきたから、はい、あの気持ちよさを味わってるところです、はい、あ、それは良かったです。なんかなんかそれぐらいでね、ケアできてるといいんですよ ね。みんなこうなんですよね。まあ、だいたい普通、だいたいそこまでひどくなければ そこそこ気持ちがいい状態で受けられます ね。羨ましいわ。早くそうなりたい。いや、まあ、だって腕上げてるだけで不安っておかしいですよね。まあまあまあね、あの常にそう思ってないですよ。あの無意識なんていうんですか、こう、意識上り進めないようにこう沈めてるから普段はってことでしょ、はい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 、うん、でここに来るとそう思うから、うん、やっぱやばいんだなってつくづく思いますよね。言われて初めてわかる。だろうな。なんで硬いんだって。まあまあ、なんだ、まあこのか首から肩のところで、うん、別物になってるっていうか、ほう、連動が悪いんですよね、とにかく。なんかこうやっていつものとこ、あ、まあそうですね、ここがいつも硬くなってますね、凝ってますね、まあ、みんな肩こりでだいたい気になるって言われるところですけどね、うん、あれ右じゃなくて左は変ですよね。あ、そうですね、なんかね、左なんですよね、今日ね、私、あ、私今日は、なんか右より左側の方が肩ありますね。え、なんかやったっけ。あ、でもね、あの左の方が滞りがちなんですよ。右手が利き手じゃないですか。あ、そっかそっか、言ってますもんね、動かさないから。そうそうですね。力抜いてください。抜いてるんですけど抜き方もわからない、ね、あ、抜いてるつもりなんですね。だからその抜いてるつもりで入ってるの状態が、ああ、うん、それで盛り上がっちゃって、うん、なんかここだけプロテクトされるみたいな。それでちょっとなんか、うん、悪いなっていう感じがありますね。今日左肩悪いんだ。左肩がというか、なんていうんですかね、なんか連動が、うん、そうですね、振ってどこまで響くかですか。響いてますよね。うん、あの、いや、まあ、そうと、あれダメ、力が抜けないですね。あら、私的には全然なんですけど、はい、バキバキ言ってるじゃないですか。言ってる言ってる。気持ちいいからね、バキ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 ってボキ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 。そう、いつまでもポキポキ言いますね、うん、あそこー、脇、はい、ね、やっぱ肩甲骨が、あ、肩甲骨痛い、痛い、肩当て、あたた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 たって思うんですけど、そのせいでかなと思うんですけど、これここでなんか詰まっちゃってるっていうか、うん、流れていかない感じがあって、だからもうここがガチガチだから自分では力抜いてるつもりでも抜けきれないんですよ。止めちゃうんです、ここで。あ、うん、痛っ。良くない、痛い。あれ、こんなに痛かったっけ。
ですよ。ああなんですね、うん、こんなにだってこんなに力んでなかったですもん、うんうん、右はそんな右はそんなにないでもないと思いますよ。うんうん、うん、気持ちいいぐらい、うん、えなんで左まだ使わないから。普通にこう引く動作があればそんなにこ要するに肩甲骨が動きが少ないせいで固まっちゃって外に開いてくっついちゃってる感じなんで、うん、痛いは痛いですけどね、右もね。でもまあこれで別にこれの時点ではそんなにすごい痛いっていうのないですよね、うんうんうん、でも、うん、今分かった、おんぶ紐だ、うん、おんぶしてるから、もう大きいですから ね、 ねしがむ肩に相当しがむから、うん、普通におんぶ紐もあるし、おんぶ紐しなくて、うん、おんぶの時もあるし、うん、結構そうだ、そっちだな、そりゃきますね、10キロ、うん、抑えますからね、このぐっとここに入り、うん、食い込む感じになりますからね、うん、まあこっちからの方がまだ動かしやすいでしょうね、うん、ここでもちょっともう良くないなって感じがあるんですけど、左はなおさらなんですよね。ちょっとね、肩の位置よくしますから、あの、はい、この腰の下にこれ手入れていただいて、はい、入れて、で、押さえて、痛痛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 、泣きそうな顔しますね。大丈夫ですか、はい、我慢して、はい、辛そう。への字口。痛いもん。痛いよ。でも気持ちいいのは気持ちいい、はい、痛いよ。相当ですね、じゃあね。右でこれだからね。ちょっとね、そりゃねって感じですね。腰浮いちゃう。足とかも上がっちゃう。息が。でもこれでこれがだいぶ行きやすくなるんですよ。うんうん、それでも硬いな。硬、うん、いわ。これこうして、うん、そっか、これ普通の人はできるもんね。こ、うん、んなにね、まあでも結構多いですけどね、こうなっちゃってる人。うんうん、そう、まみちゃん、でもすごいこれで肩だいぶ温まりましたね。温まりました、はい、どうしました、まみちゃん。まみちゃんね、はい、おんぶしながら寝るんですよね。で、傾くんですよ、はあはあ、頭こっちにして、それで、はいはいはい、こうやりながら、自転車こうやりとかあるから、おんぶひものまんま自転車とか、ね、肩めっちゃ凝りそうですね。めっちゃ凝りますね。あ、結構、うん、やってますね。寝ちゃうんだもん。じゃあもう椅子に移した方がいいですよ。あ、でも起きちゃうか。うん、いいんですよ、もう泣かしときゃいいんですよ。泣かしていいと思いますよ、体守んないとね、うん、そうだね、ほんとそうだね。振り回されてますからね。今これでそんな痛くないじゃないですか。うん、痛くない、うん、気持ちいい、すごい、うん、まあまあ痛気持ちいいですけど、うんうん、あー気持ちいいわ、はい、でさっき同じようにちょっと腰の方にちょっと出して入れていただいて、うん、これでだいぶね、あの、うん、こうやりやすくなったので、うん、そんな痛くないですよね、うんうんうん、あー気持ちいい。嘘ついてんじゃないかってぐらいのなんか違いぶりですよね。嘘じゃない、嘘じゃないですよね。うん、体って結構変わるんですよね、ちょっとしたことで、良くも悪くも、あの、自分で思ってる以上に疲れてても、まあちゃんと正しいケアをすれば結構そんなに時間かけずとも楽になってくるし、逆に大したことないと思ってても無理すればやっぱりどんどんひどくなっちゃうし、
なってくると、うん、まあ、顔からの流れもね、ようやく顔に、そうですね、ちょっとね、さっきなんか流そうとしても流れていかない感があったので押し返されるの？うん、というかなんかこう、うん、止まってるなみたいな、あれ通りがないなみたいな、こう弾力がないっていうか、まあなんだろう、こう繋がってない感じがあったんですよ。やっぱりみたいな、そこでいきなり冷たくなるっていうか。俺でもねやってあったんですけどね、さばきもかなりちょっと良くなかったんですね。かなり良くなかったんだ。やっぱり部分じゃなくて全部ですよね。全体が必要になりますね。何でもかんでもつながってるから。そうです。だから状態軽い人だったら部分的にでも対処できるんですけど、うん、もう何年もの何十年ものみたいな人は、うん、顔だけとか腕だけとかではしきれないというか、うん、効果が出にくいですよね。やっぱり他の場所からの影響もあるし、うんうん、そっちに流し、こ、まあ、顔だったらこう脇の方に流したいとかっていうのがあるので、うん、こうやっぱこうつながりが悪いままだと流そうとしても流れていってくれないっていうか、これでだいぶ、あの左右差違和感っていうのが減りましたね。頭が硬いですね。そうですか、うん、音がなんか音違う、音も違いますよ。やっぱり柔らかい人を叩いてるのと、うん、あの硬いものを叩いてるのでは、やっぱあんま人間を叩いてる音じゃないです。あらそう、そんなショック。固い塊を叩いてるみたいな。でもね、ちょっとね、はい、意識はしてるんですよ。髪の毛、そのあ、頭洗う時には念入りにこう、はい、柔らかくなるまでやろうとか、はい、考えている時もありますよ。あ、そうなんですね。時もあるだけでね。時もある、うん、まあ、しょっちゅうはできないけど、そうですね、うん、思い立ったらやって。なるほど、意識はしてますけどね。なるほど、でもダメなんだ。睡眠不足じゃないですか。ですかね。うん、ああ、寝れてますか。寝れてない時もある。うん、全部な時もあるんです。全部の答えが。うん、まちまちって感じですか。まちまちですね。なるほど。ちょっと最近ちょっと、はいはい、うん、寝不足。なるほど。うん、はい。
になんかここ肩ですね、前頭、ここ前頭部が、ここおでこが、おでこ、はい、まあ、さっきは側頭部か、さっき側頭部取ったから、まあ、そこが残ってるのかもしれないですけどっていう全部だったって、あ、顔が熱くなってきましたね、はい、うん、でもそこすごい気持ちいいですよ、さっきやってたって、あ、目の疲れじゃないですか、目の疲れ、あ、まあね、目、現代社会は目を疲れますよね、まあ、そうですね、そうですね、その通りだと思います、うん、あどうしました、痛いからギブでした、我慢して息を吐いて、はい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 、うん、っていう感じ、歯医者さん方式かと思いました痛いですっていう、うん、うん、そういうさっきは痛すぎたけど、はい、気持ちくなりました、ね、だいぶ取れてきました、ね、一応流れるようになってきた感じですね、うん、はあ、この辺がねスタートな人が多いですよここで凝りましたって来る人が、そうなの、そうです、あ、この時点でも凝ってるんで、うん、この時点で辛いなって感じは出てるはずですよ、もう、うん、だ今楽になったなって感じてるところなんですけど、うん、ここでももうこれはコリを感じてるところなんです、うん、本来は、うん、もっともっとひどくなってたから今なんか通過点な感じですけど、うん、この辺でも凝りました、辛いですっていう人が多いです凝った時にね、赤ちゃんっていうか2歳の子をねおんぶして自転車乗ってたらそれはもっとひどく凝り固まりますよね、歪みも出てきますからねそんなね、なんか十何キロのものがもう全力で片側に傾いたりしてるわけですからね、こうなってるからね、それはまあ凝りますよねしかも自転車だしね、バランス取らなきゃいけないし、うん、そりゃ疲れますよすごく、そう、おんぶ紐なくてもだ、うん、おんぶって言われて、おんぶしたらこう、もうこんな状態でしょ、素手落ちるだからこう、すっごいこう、まあ、歩かせましょうそこはもうそれができたらやってますよ、もうそれが一番めんどくさくないと思って、ね、まあね、確かにね、やっちゃうんですよね、まあね、こう、いやでも辛抱強い人の話聞きましたよ、1時間ぐらいずっと一緒に立ち止まったっていうお母さんで、偉いね、できるわけがない、できないですよね辛抱強く言い聞かせたと、やっぱり自分で歩いてちょうだいっていうのすごいなそれ、すごい、でもそこはなんか我慢比べですよね、うん、まあ、そこでもうまあいったってしちゃうと明日も明後日もなっちゃうからもうお母さんは譲らないよというのをこう根気強く教え込んだらしいです、うーん、はい、立派だでもそれやったら少しやっぱり聞くようになったって言ってましたよ、うん、やっぱ時間をかけることでまあ一度、ね、やんなきゃなと思うんですけど、いつやるっていう話ですよね、まあ、なかなかそこまで時間ないよとかね、まあ、そういうとこありますよね、最近口癖で早くって言ってるみたいで逆に言われるようになります、なんで、あ、なるほどあ、言ってるんだ私すごいとか、ああ無意識に言っちゃいますよね、もうね、気持ちでね、正直ほんとね、ちょっとこれから余計粉まいきにもなってくるし
大変ですよね。そうそう、ちょっと不安で不安でその不安がここに出てるかもしれないかもね。もう心配だなっていう困ったなっていう、いい意味でも悪い意味でももう不安で仕方がないですよ。なるほど、うんうん、はい、じゃあちょっとこんな感じでお顔を拭き取りますね。はい、多分あの、まあ、ちょっと後で確認してもらいますけど、はいはい、顔の触った感じが違うと思いますよ。まあ、首の凝りとかもね、そうですけど、もう首元すっきりしましたもんね、もう、もうなんか感覚でね、感覚で、うん、さーっと流れる感じありますよね、うん、だからうなじの存在を知るとかさ、なんかそういう感じをね。うなじ知らなかったですか？いや知ってたはずなんだけど、あ、これがうなじ、ね、そうそう、これがうなじ、これが首みたいな、なんか、境目なくなっちゃうせ、さっきの手とかもそうだけど、でもなんか本当背中、肩背中もなんかツヤツヤしてますね。あ、してます。はい、してます。なんかしてますかね。はい。うん。うん、あ、なんか。うん、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。お顔をちょっと触ってみたりとか、まあ、手が今度冷えちゃったからあれですけど、はい、うん、なんかもちもちしてるし、はいはい、うん、うん、なんかそうですね。あ、ここ硬いって言ってたのが今わかりました。っていうぐらい他が柔らかく、ぷよんぷよんってしてる。なんかすっきり、はい、全部すっきり取れたって感じがします。あ、自分でちょっと鏡をぜひ見ていただいて。はい、あ、なんか、はい、ちっちゃくなりましたね。小顔にね、なりますよね。ちっちゃく、あ、はい、右と左、高さ一緒って言ってたのかも。はいはい、そう。そんな歪んでたんですかね。ちょっと割とあの、普段その喋ったりなんかしてる分には気にならないと思うんですけど、はい、でももうこうやって見ると違いますよね。あ、そうなんですね。美人になりましたよ。 ありがとうございます。色が白くなるのと、あのこうむくみが取れて、まあ、顔がすっきりするのもそうだし、やっぱ顔が整うので、こう目パッチリ開いたりとか、口の歪みとかがなくなったり、この顔の幅、左右でも顔の幅が右と左顔が全然違くなるんですよね、うん、なってます。なんかもう特にもうあちこち歪んだりとか疲れたりしちゃってると、うん、なんかだんだん顔にもずれでずれが出ているんで、ね、そうなんですよ、うん、結構顔違う、小骨の高さ違う、目の高さ違う、鼻の穴の大きさ違うとか、うん、そういうのいろいろ出てくるんですけど、それがやっぱり改善されて、うんうん、やっぱりいい顔になりますよね、うんうん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お疲れ様でした。